野崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、とうとう。はい。来ましたね。来ました。最終回ですか。はい。このキーマンの最終回。はい、やっと去年の優勝チーム。ねえ。すごいっしょ。毎日服もね、変わってないから。そうです。一気に撮ってんすよ。毎日同じ服着てるんじゃないですよ。一気に着てんすよ。一気撮りですね。ここ何時間座ってんのやろな。でも。いや、でもまだね。2時間ぐらいですか。そうですね。今、だから1、でも。あ、1時間。でも来て、だからちょっとなんか結構喋ってるじゃないですか。そうですね。だから1時間40分ぐらいはエンドレス座ってますよ。そうそうですね。うわー、でも長さを感じない。そうでしょう。はい、そうやっぱりね。はい、本当にもう佐藤さんのここですね。テンポの良さ。だからね、はい、もう一回ね、はい、一番最初だからオリックス対、はい、とヤクルト、ヤクルト、はい、ちょっともう一回見てきてもらっていいですか。すっごいっすよ。同じテンションですから。はい。いや、ね、やっぱこの6本目の方が上がってるじゃないですか。上がってるんですか。これあれですかね、なんかあのランナーズハイ的な。そうそうそう、トーキングハイ。あったまりすぎてわーって言ってる感じで。じゃあ、はい、3位か4位だからあれですね、はい、あの阪神、はい、楽天ぐらいがちょっと疲れてるんですかね。あ、ちょっと中だるみしてみますか。でもいや、そんなことないですよ。じゃあちょっと、はい、あの楽天、はい、阪神のやつもう一回見てもらっていいですか。テンションの違いを見ていただいて。どうですか。あ、このキーマンの回も、そうですね、半ばに入ってきましたね。半分ありましたね、はい、ここからは去年 A クラスのチームですけど、はい、もうアイドリングしないです。だって喋ることが多いからアイドリングしたらどんどん長くなるんですよ。そうですね。推し球団の時は推し球団のとこしか見ないって人もいるかもしれないじゃないですか、動画を。僕は箱推しなんで。箱推し、はい、箱推しって何ですか。12球団推しってことです。あ、まあまあ佐藤さんはそうですね。その大山がもっとガッて、うん、ファンの人もね、ね、納得してないでしょ、まだまだできるって思ってますよね。僕だけじゃないですよね、うん、あー変わってない。あ、変わってない。あ、やっぱりね、やっぱトーキングハイですね。はい、そうですね。どんどん上がってきますから。そうですね。いや、でも行きますよ。はい、最後は勢いでいきましょう。昨年の優勝チーム、はい、西武と、はい、巨人、はい、だからもう連 連覇するためにですね、はい、連覇のするために、うん、じゃあ西武からいきましょうか。はい、西武の連覇をするためのキーマンはやっぱり投手でいうと、はい、平井投手ですね。あ、やっぱもう避けては通れないでしょ、はい、っていうか大丈夫なの、去年80試合ぐらい投げて。すごいですね、80試合、うんうん、ほぼ毎日ですよ、はい、だってえ3分の2は投げてるんで140だから、そうか、だから1週間に3試合はマスト、はい、そうですね。大2試合2試合投げてるってことですか。そうそうそう、投げてるんですよ。でたまに週4があるっていうだけですね、はい、うん、週3はマストで、たまに週4あったら80試合ぐらいになるんで、はい、そうですね、やばい、ね、しかもポストシーズンまで投げてるわけですから。さすがに去年ね、うん、ポストシーズン終盤は疲れが見えて、はい、若干ちょっと安定感に欠けましたけど、はい、まあ、去年のリーグ優勝、うん、まあ、もちろんね、はい、その浅村抜けた後の、うん、その森と、ね、首位打者とか山川、おかわり君とか、はい、まあ、それは野手陣の頑張りはありますし、うん、はい、そのニールの11連勝、うん、まあ、もちろん良かったですけど、うんうん、平井っしょ、は MVP 上げたいっすよ。そうですね、頑張ったっすよ。どこ見ても80試合投げてる投手いないですよ。しかもその中リーグ優勝じゃないですか、うん、はい、それはもう見事ですよね、うん、そうですね。そうなった時に、うん、やっぱりですね、うん、まあ、まだ先発そこまで安定しないんで、はい、今年も大事です。はい、そうですね、リリーフが本当に大事になってくるってことですね。だから、まあ、平井、うん、あと平とかが、はい、まあ、大事になってくると、まあ、思うんですよね、はい、だからそうなった時に、はい、大丈夫かっていうね、はい、体力的には結構あれですよ、ピッチャー新しい、そうだからギャレットが方程式に入ってくるんちゃうかっていうね、はい、だからその平井投手の負担をちょっと軽減できるようにね、うんうん、っていうところはあると思うんですけど、はい、やっぱその中でもやっぱこの平井投手の去年の貢献度を考えれば、はい、うん、今年もやっぱりその80試合まで無理しなくていいんですけど、はい、60試合から70試合ぐらいの間まではやっぱ頑張ってもらわなきゃいけないような状況になってくると思うんですよ、はい、やっぱ連覇するためには、うん、だからその疲れなくシーズンを迎えれるのか、はい、で1年通してできるのかっていうところはね、非常に大事です。そうですね。でもこんだけ去年頑張って今年になんかこう残ってないのかっていうのがすごい心配になりません？そうですね、うん、あとはね、そのどっかで歪みが来て怪我したりとかも怖いんで、うん、でもいなくなったら、はい、やばいっす。
だから本当に無理をしないで安定して投げてほしいですね。そうですね。だからまあ開幕してね、スムーズにいってほしいですね、はい、でそしたらね、多くの皆さんの不安がね、なくなっていくと思うんで、はい、そういった意味でもやっぱ投手やっぱ平井ですね、はい、あと野手はですね、野手金子ですね、うん、金子選手やっぱりね、うん、秋山の代わりに1番に入るのはね、はい、もう金子しかいないんですよ、うん、でも今年の本当にもうライオンズは1番にか、はい、1番入るやつにかかってるんですよ、うん、まあ、まあ普通に言ったら2番源田、はい、で3番から毛利、おかわり君が山川かっていうところが並んでいくと思うんですよね、はい、うん、ってなった時にこの毛利とかおかわり君とか山川のその得点力をさらに上げるためよりは 1、2番のその回転数っていうかその回る良さを出していかなきゃいけない、はい、でそこ秋山いなくなった、うん、で出塁するために金子が多分入ると思うんですけど、うん、はい、その金子がうまく回れるかですね、これも回った日には、はい、もう打線が秋山抜けても、うん、はい金子さんで行っちゃうんでみたいなね感じで回ると思うんですよ、うんうんうん、そういった意味でも、はい、かなり大事です。いやでもこう金子選手が1番でハマったとしたらやっぱり穴を埋めないとっていうプレッシャーも半端ないでしょうね。そうですね。だから去年もね、うん、その浅村の穴で秋山最初3番にして金子1番にしたりして、はい、そこが出だしうまくいかなかったんですよね、はい、うん、で西武があんまり浮上できなくて、うん、であの大宮の試合で秋山を1番に戻して、はい、でそこから周りが良くなって最後1位になったんですけど、うんうん、そのためにも、まあ、去年の、ね、苦い経験もあると思いますけど、うん、はい、そこを払拭してその開幕ぐらいから多分一番金子だと思うんですけど、はい、金子がうまくはまっていければ、うん、もう打撃陣は安心になって、うん、ピッチャー含めた投手陣の頑張りだったら、はい、3連覇リーグはいけますよね。すごいですね。ライオンズってこう穴が出ても強いじゃないですか、はい、すごいですね。だからそういうね、だから編成、うん、ドラフト戦略、うん、はい、スカウト、うん、そういったその中の人、はい、素晴らしいと思いますよね。そう、まあ、そういった、まあ、もちろんね、うん、その中のコーチたちもね、はい、頑張って育成してるっていうのもありますけど、うん、そういう抜けてもその次を人がいるっていうことが大事じゃないですか、はい、だからそういった面でも、まあ、そういうのを編成しっかりしてるっていうところで、うん、編成力、はい、セーブ、はい、すごいっす。さすがです。やっぱここはね、こういうのは抜けても強いっていうのはやっぱり編成力ですよ、はい、まあね、その中の人たちも大事ですけど、うん、そういった意味ではその組織としてね、うん、ライオンズは素晴らしいですね、はい、ここまでね。さあ、じゃあジャイアンツ巨人いきますか。巨人ですね、はい、野手はですね、セカンドの吉川ですね。怪我が心配な、昨年ね、うん、怪我してっていうところで、うん、まあ、多くの皆さんがね、はい、期待値を寄せてる、まあ、原監督もそうですけど、はい、吉川吉川っていう名前が出てくるぐらい、うん、でまあ、セカンドがね、うん、やっぱその西さん以来、はい、その固定して活躍してるセカンドがいないというところで、うん、やっぱこの吉川にかかる期待は、うん、もうファンの人もチームメイトも監督コーチも大きいと思うんですよね、うん、その中で、まあ、怪我してしまったっていうね、はい、ところはありますけど、今年怪我なかったら、はい、いけるのかどうかっていう、もうハマれば、やばいっす。はい、すごい爆発力があるわけですよね。うん、ある人、他の坂本、岡本丸とかはね、うん、もうバシッと行くんで、はい、まあ、新外国人がね、どうなるのかっていうね、うん、ところの不安要素はありますけど、はい、そこに吉川がバシッと2番でハマれば、機動力も使えますし、はい、まあ、守備面の安定化も図れますし、はい、いろんな意味で、プラス材料しかないんで、はい、野手は吉川にかかってるって言っても過言じゃないかもわかんないですね。だ、そこが安定するかしないかで変わってくるぞ。そうですね、うん、あとはね、モタ、はい、が育成から試合官になって、はい、なんか涙の記者会見、うん、その育成になった時の、うん、あれ見て、はい、あの姿見た時に、うん、こいつやるんちゃうかと思ったんですね。やっぱその必死さ、はい、やっぱ何でもそうですけど、まあ、必死だからって結果出るわけじゃないですけど、うん、そういう必死さが出てることが、はい、あのプレーにも絶対僕はつながってくると思うんですよ、はい、泥臭くね、うん、外国人でも、な、日本って言ってるようなやつはダメなんですよ、はい、ここ日本でなんとか頑張ってやろうっていう、うん、あの姿が、はい、やっぱ応援したくなるんですよね。そうです、私も昨日のちょっとプロ野球ニュースであの姿見て、あ、なんか、ね、いいなって思った。頑張れって、ね、はい、思うのがやっぱり日本人じゃないですか、うん、そうですね、そういった面で、まあ、頑張ってほしいですけど、うん、キーマンはモタじゃないですよ、はい、あ、キーマンじゃないんですか。吉川。そう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 、野手も一人ですもんね。モタは頑張れって言ってるだけで、はい、キーマンまではまだ、うん、まだ行ってないと、ま、育成がなかっただけで、はい、そこまでは背負わせないと頑張れって応援してるだけで、お互い頑張れ、そうそうそう、はい、でもキーマンね、吉川、吉川選手、はい、じゃあ、まあ、ピッチャー、あとピッチャーですね、はい、中川ですね。中川選手、はい、中川か、桜井ですね、んか、どっちにしようかな決めてないんですかいやね、うん、まあ、やっぱ中川の、うん、去年の、はい、その出現っていうか、その安定感
っていうのがやっぱジャイアンツを優勝させたって言っても投手陣の中だったら、まあ山口がね先発でいろんなところでタイトル取って目立ちますけど、僕は中川の功績っていうのは非常に大きいと思うんですよね。でまあね、抑えしたりとか途中で中継ぎになったりとかいろんなポジションをやりながら安定的に結果出したっていうのは、僕は中川去年の優勝非常に大きかったと思うんで、今年もそれがしっかりできるかっていうねところの大事さっていうのはすごい僕はあると思うんですけど、櫻井がね山口の穴をひょっとしたら埋めるぐらいの活躍を見せてくれるんちゃうかっていう淡い期待もあるんですよ。あ、そうなんですか。うん、だからいなくなったら困るのか中川、はい、一発逆転の櫻井が頑張ったらグンっていくよっていうね。両方頑張ったらすごいですね。そうですね、うん、でもどっちかにしないといけないんですよね。キーマン選ぶとしたらそうですね。そうですね。じゃあ中川そっちでいきます。中川にします、はい、中川にします。でも櫻井も頑張ったらね、うん、かなり上積み得れるんで、はい、2桁ぐらいね勝てるように頑張ってもらいたいなっていうのはありますけど、うん、まあ、中川はね侍ジャパンに入ってくるオリンピック代表選手になる確率がかなり高いですし、はい、ジャイアンツの中継ぎ陣の中でもね、うん、あの去年もねその形が決まらない中も、はい、その不安定さの布陣の中で、うん、その結果的にね1年間頑張れたっていうのも非常に大きいですし、はい、まあ、この中川選手のね、はい、その活躍っていうのは、うん、ジャイアンツ投手陣を締めるっていうね、うん、形では非常に大事なピースなんで、はい、中川ですね、キーマン中川選手、はい、もしハマんなかったとしたらですよ、中川選手がダメだったらとしたら、はい、巨人はもう優勝結構危ないですか。うん、危ないね。危ないですか。危ないね。やられちゃうね。やられちゃいますか。やられちゃうね。他にでも中継ぎ陣もちょっとこういないですか。あ、中が危ない、中がやば危なく怪我していなくなったら俺の喋りみたいに危ないね。今のもう 今ちょっと溺れかけてた、ね、トークで溺れかけてた。さすがにね6本目だからね、はい、こうっていうかもこうね今ね、もうマラソンで言うと、はい、この前の東京マラソンで、はい、大阪選手が最後日本新記録出した、うん、あの東京駅の曲がったところの感じはね、はい、もうゴールや、六本目も終わるぜっていう。ちょっと気抜いてる。あ、もうちょっと、もうちょっと。でもタイムもね、いい感じだってきましたね。そう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 。はい、まあでもまあね、うん、っていうことで、はい、全12球団やってきましたけど、はい、どうですか皆さん、うん、これ全部聞くと、はい、あれ全チーム優勝できんちゃうかって思ってきませんでした。思ってきました。思ってきたでしょ。はい、それで佐々木は結果的にどんな順位予想をするのか、はい、もうすぐ出ます。はい。